BS 基地テレは BS 日テレで2013年4月2日から火曜日引く土曜日0時0時30分に放送されている情報バラエティ番組。帯番組。それぞれの正式な番組タイトルは BS 基地テレとなる。曜日ごとのラインナップは以下の通り。同年9月まで放送時間は0時30分1時であり。 前日の巨人戦中継が延長となった場合、火曜日、土曜日は最大1時間繰り下げ、火曜日は最大30分繰り下げとなっていた。BS 日テレが2013年4月改編で視聴者層の拡大をテーマに掲げ、深夜帯での若者層を開拓する狙いで、吉本興業と提携した番組のシニアベルト化を打ち出しスタートさせた。同番組は、 火曜から土曜までの帯番組で、各曜日の担当 MC である、吉本芸人が、吉本の各部署に配属され、様々なプロジェクトを盛り上げるべく活動するという、内容。芸人たちのゲスト出演に加えて、サポート役として毎回、吉本の各部署を担当する社員が登場する。撮影場所は、新宿にある、吉本工業東京本社が使用されている。 デジタマシー吉本デジタルコンテンツ部を2013年4月2日から2014年3月31日まで放送。サバンナが吉本デジタルコンテンツ部に配属。吉本の最新デジタル情報を届ける。セールスタイル吉本営業部を2013年4月3日から2014年3月25日まで放送。ノンスタイルが吉本営業部に配属。 リベンジャーズ吉本イベント事業部を2013年4月4日から2014年3月27日まで放送。千鳥が吉本イベント事業部に配属。吉本のイベントに関する様々な情報を紹介する。ライブ制作センターで収録。千鳥にとって単独での初刊番組となる。ナオミクローゼットを2013年4月5日から放送。 渡辺直美がガールズプロジェクトに配属。吉本オシャレ芸人ランキング第1位のオシャレに敏感な渡辺が女性のためのトレンド情報を届ける。アシスタントとしてチームバナナの山田愛美が第3回から出演。2014年4月よりに木曜日に変更。2014年10月よりに水曜日に変更。2015年9月放送終了。 県四47都道府県プロジェクトを2013年4月6日から放送。山里良太が47都道府県プロジェクトを担当する。同番組は2013年1月12日から3月30日まで毎週土曜日0時1時の1時間番組として放送。2013年4月より BS 基地テレに吸収される形でリニューアル短縮された。 2014年10月より木曜日に変更。2015年9月放送終了前曜日共通。ありがとうございます。